ela emagrecer, não, cara, não conseguiu, os caras emagrecer um pouco. Como não emagrecer? お願いします。お願いします。で、まず男性陣がマラソン参加されるってことなんですけども、基本的な流れとしては、まず足の関節が3つ、足首と膝と股関節と3つあると思うんですけども、どこが一番使った方がいいかなっていうのを考えたことはありますか？どこが一番、筋肉大きいのがついてるかなって考えるときにどこだと思いますか？股関節か膝か足首か。股関節です。股関節、膝、膝、大きいのって言ったらやっぱ正解で言うと股関節周りになります。で、その大きい筋肉である股関節周りをいかに使うかっていうところが、効率よく動く、それから、ダイエットにもつながりますし、あとは、怪我の防止にもつながります。なのでそこをどういかに動かしていくかというところを今日は、メインにさせていただければなと思うんですけども、やっぱ一番多いのが膝が痛いとかありますよね。なった時にそこを正しく使えていればそこまで負担はかからないんです。なんですけどこれがダメな動きが、膝が内側入ったり外側に行ったりとか、正しいまっすぐのじゃないイレギュラーな動きが入った時に怪我が起こりやすくなります。ここの3つの関節があります。でここが悪い動きっていうと、こういう動きだったりとか、ガニ股になったりとかする動きが入ります。そうすると、この膝って前後にしか動かない関節なんですね。本来ではこういう動きっていうのはあまり入らない関節になります。なので、これが内側に入った瞬間に、まず外側はキュッと潰れます。で、内側は伸ばされます。なので、この膝が内側に入るっていう動きに関しては、膝の内側を痛めたりとか外側を痛めたりということが非常に多くなってきます。なのでまず、土台としてはこの3つの関節をバランスよくまっすぐの状態で常に動くっていう状態を作れるかどうかっていうところが、一番の目標になります。やってみましょう。また手で立ってしゃがむっていう動きをした時に、つまり膝がめちゃめちゃ内側に入ることが多いんじゃないかな。意識してもやっぱり内側に入ってしまう方が多いと思うので、そうすると歩いたりとか、走るっていう動きの時って片足で動作する時が多いですよね。なので片足でのこの動作もちゃんとできないと、実際走ったりとか片足で立った瞬間に怪我が起こりやすいっていうところにつながってきます。なのでそれを少しずつ直していこうかなって思います。確かに確かに入るか。で片足でまず目標としては、その片足で膝が内側に入らない動きをしっかり獲得しようっていうところが今日の最終目標にしようかなと思ってます。でさあそれを踏まえた上でまず正しいスクワットの動きをちょっとみんなでやっていこうかなと思います。で、大体30度ぐらい足開いていきます。でその状態からまずしゃがんでもらって、両膝の内側を肘でグッと外に開いていきます。で、しっかり胸を張ってもらいます。そうすると膝と膝の間にこうお尻がスッと下がるような感覚があると思います。 OK です、上がりましょう。で、意識してほしいのは股関節周りを使うっていうところに関しては、股関節をしっかり伸ばしてそこを縮めるっていう動きも、動きが入っています。なのでまずはしっかり股関節周りを伸ばしてあげるっていうところが大事です。なので一番下しゃがんだ状態は膝と膝の間にお尻がグッと入るところまでしゃがんでいきます。その状態一回いってみましょうか。もうちょっと腕大事ですね。この時もこの辺が張ってる感じがあれば OK です。あとは、多いのがつま先の動きに対して膝が内側に入る方も結構多いと思います。でお尻を下にバウンドさせます。で胸はしっかり立てた状態でバウンドさせて、これを30回ぐらいやってみます。そうするとこの辺が伸びて、きつさもありますし股関節が伸びる感じがあると思うので、そうすると少しずつ少しずつしゃがむ角度が増えてくると思います。そこガムテープ貼っといてもらっていいですか？上げると、
これ顔の上手いかしらちょっと上手いかしらストレッチみたいな、はい、この先をしっかりそこに立ててください。はい、そのまま開脚していくと内股、内転筋周りがしっかり伸びてくると思うので、すごいですね。え、なぜか素晴らしい。あ、でも柔らかい、やっぱりいいですね。はい、先を呼吸を出しながら少しずつ広げていくようなイメージになります。これが、はい、骨盤を立てるための一つの感じで、それに関しては骨盤を立てるというよりかは、もう完全にこの内転筋周りをしっかり広げていくような。そういう形で伸ばしていただきます。座骨がそうですね、それが近いです。まずそれがその場でできない方ってやっぱりこうデロンで行ってしまうので、これだけ頑張って背中しか伸びていかないんですよ。なのでそれこそ、今さっき壁を使っていただいて、壁にまずちょっと前屈してもらって、でお尻から背中までを全部ピタッとくっつけます。寝てしまう方はつかない、お尻がつかない、背中がついてます。まあそうだろうけど、これ U フックが大丈夫だよ。痛くない、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 絶対刺さる。だから、ケさん、これ、こっち、こっち、こっち、あ、これじゃないです。どうぞ、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 ここ、ここで、いいかがなし、ここ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 、はい、はい、はい、楽しいな、なんか、これ楽しい、美容室じゃないよ。完全に、完全に美容室じゃない、美容室じゃない、美容室じゃない、ね、わ、ちょっとこれ楽しいな。お尻から背中までのつけも全部なくしてあげてください。まずはここからスタートです。これで背中まで、それだけでも伸びるのであればもうそれで OK です。そこでキープされるです。で、行けそうな方はそこから少し進みましょう。優しい、しっかり背中の隙間を柔らか、柔らか、柔らか、素晴らしい。この壁に付いた状態で、はい、ストレッチで、ケアでやる場合、はい、なんですけど、ちょっと一回注目していただいて、はい、ケアでやる場合、足をめっちゃ踏んでください。めっちゃ踏んでください。もう一回踏んでください。もっともっと深く踏んでください。はい、はい、はい、はい。で、この時に足から背中までの隙間を全部なくしてあげます。これ壁と同じです。足から隙間。はい、そうすると、この時点で骨盤が立ってきます。はい。なので、押すのも、これ膝ちょっとグッと曲げてあげるだけです。わおできてきます。わおなので、正しい前屈をするときって背中を、丸めるんではなく、背中をまっすぐのまま受けると、なお、よしです。あの、ガラケーとかありますよね。あ、ガラケーの感じのイメージです。股関節中心にガラケーパタって閉じるみたいな感じのイメージでいっていただけると。なので、押すのはここにあります。わお、内側を。あー、やっべえ、これ。感じたい方、これ、やってみたい方は呼んでください。なんか、来たい方は。ここが手で浮かない、背中だけではなくて、痛いよね。いや、これ痛いよな。やばいっすね。